ガチョウです。チャンネル登録5000人を超えることができました。本当にありがとうございます。去年のですね、2019年の7月からチャンネルの運営を始めて1年と2ヶ月でここまで来ることができました。感謝しかありません。ここまでの感想をですね、ランニングチャンネルらしく申し上げると、もうまさに、マラソンレースのようなもので、最初からこう飛ばしてしまうとバテてしまうので、もうコツコツとペースを守りながらやってきました。そして前だけ向いて同じペースで走ってると僕自身が飽きてしまうので、スピードを変えたりとか、たまに横向いたりだとか、あと走るところをロード、それからトレイルラン、距離を長くしてウルトラを走ったりだとか、いろいろとやってきました。それが結果いろんなコンテンツにばらけたので、見ている方にとっても多少楽しめたのではないかなっていうふうに思っています。最初運営を始めた頃、走り出した頃には沿道には全く人がいなかったんですけど、最近はありがたいことに、拍手を送ってくれたりとか、声をかけてくれたりだとか、背中を押してくれたりだとかしてくれる方がいらっしゃいます。非常にありがたいし、それがパワーになっています。ありがとうございます。僕がチャンネル運営をしている目的は3つあります。過去にもお話ししたことはあるんですけど、一つは当たり前のことですが、見ていただいている方に、少しでもお役に立つ情報をご提供できればなというふうに思っています。よく周りの人たち、友人含めて、顔出して情報配信よくできるねとか、勇気あるねとか、恥ずかしくないねって言われるんですけど、本音で言うとめちゃくちゃ恥ずかしいです。最近は少し慣れてきましたけど、言ってしまうと49歳の普通のおじさん、マラソンおじさんでしかないので、プロでもないし、レースで特別な成績を出しているわけではありません。サブ3だったりとか、100キロ走ってるとか、100マイルレースを走り切ったっていうことはありますけど、その同じような実績を持っている人はたくさんいます。その中の僕は一人でしかありません。走ることが大好きで、それに夢中になっている姿をお見せすることで、見ている方の走るモチベーションが上がったりだとか、こんなやつがやってるんだったら俺にもできるぜっていうふうに、ライバル視してもらっても構いませんし、何かしらの刺激を、少しでも刺激をお渡しできればいいなっていうふうに思っています。2つ目は僕自身の走るモチベーションのアップ、キープのためにやらせてもらっています。どうしてもね、49歳っていうのを年齢は言い訳にしたくないんですけど、体力は落ちてきてます。その中でフルマラソンを3時間で走る、サブ3を目指すとか、100キロサブ10とか、100マイルレースを走り切るということをするためには、それ相応の体力を鍛えなきゃいけない、キープして上げていかなきゃいけないので、結構それしんどいです。でさらに、体力的なところは、時間を追い込めばカバーできるんですけど、それ以上にモチベーションのキープが大変なので、こうやって YouTube チャンネルを通じて、ほぼほぼオープンで情報を配信することで、僕の情報を配信することで、僕自身にプレッシャーをかけています。そうすることで、かなり真剣に練習にも取り組むし、レースも一生懸命走ることになります。なので、結果、その動画のコンテンツ自体も、真面目にしっかり取り組んでいるので、面白いものになってくるというふうに思っています。3つ目は YouTube からもらえるその収益を使ってレースに参戦したい、国内海外問わず行ってみたい、そして、レースレポートをして、それをこの YouTube チャンネルを通じて配信していきたい、ただこの騒動が勃発しているので、どうなるか分かりませんけど、まだまだ国内でも行ったことがない県はたくさんある。 そこのフルマラソンとか、ウルトラマラソンとか、トレランのレースとかにも行ってみたい。で、これは僕の将来的な夢ですけど、海外でいうとトレランの世界大会、一番大きい大会の UTMB に出てみたい、あとボストンマラソンなんかも出てみたいですね。そんなレースのレポートを配信することで、あ、こんなレースがあるんだとか、その大会の様子だとか、そして情報をご提供できればなっていうふうに思っています。1000人の登録をしたときに、僕はマラソン大会でいうと第1エイドに到着したと。で、5000人になったんで、今ちょうど第2エイドに到着したと、いうことができます。で、今後、ゴールは見えませんけど、第3、第4エイドとつなぎでやっていきたいというふうに思っていますので、どうか懲りずによろしくお願いいたします。今回はね、とにかく5000名到達できたので、その感謝を申し上げたくて、こういう動画を撮らせていただきました。引き続きどうかガチョウをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。
ありがとうございました。